こだわってて、私もともとワンオクロックのタカさん仲いいんですけど、渋谷に歩いてた時になんだこのドラムの音はっていうのでワンオクロックをしたので、そこからタカさんの仲良くなって、だからそういうのは大好きで、その音で